ピロ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 。ん？どうしたんだサーズデイ。ああ、なんてことかしら。あの老人に攻撃された時のショックで回路がショートしてるわ。直せるのかジェニファー。いくら5歳の時にサーズデイを開発した私でも設備がないことには修理できないわ。ピロピロピ。ああ、特に記憶回路の損傷がひどいわね。このまま無理して動けばサーズデイの記憶は全て消し飛んでしまうわ。むむむ、仕方がない。サーズデイ、残念だが君には戦列から外れてもらおう。ピロピロピロ。待ってください。サーズデイ、まだ戦える。ダメだ、これ以上無理をさせて君を失いたくはない。そうよサーズデン、さっき説明したでしょ、記憶が消えてしまうのよ。ゴードンや私との思い出もみんな忘れてしまうのよ。ピロ。でもサーズデンは戦います。サーズデン、ゴードンもジェニファーもサーズデイロボットなのに仲間と呼んでくれる。サーズデイとても嬉しい。とても感謝しています。このまま戦えばサーズデイ記憶なくなるかもしれない。思い出なくなる、とても悲しい。でもあなたたちの役に立てない。もっともっと悲しい。だからサーズデイ、あなたたちと最後まで一緒に戦いたい。サーズデイ。どうした、トイレか。違いますよ、ゴードンさんはサーズデイさんの心に感激してるんですよ。心？ロボットにそんなもんあんの？何を言うか、今のサーズデイの言葉こそ勇者の心そのものではないか。人間だろうがロボットだろうが、胸の奥に流れる熱き心に変わりはないのだ。サーズデイ。はい、キャプテンゴードン。君の熱き思いしかと受け止めた。たとえどんな結果が待ち受けていようとも、君と一緒なら後悔はしない。さあ共に戦おう、サーズデイ。ピロピロ、ありがとうキャプテン。サーズデイはあなたに会えて本当によかった。
それ。アタック。Thank you.
アタック。